い、今日はどちらにやってきたでしょうか。神割れ言い直して間違える人なかなかいない。神割れ咲きにやってきました。神割りですよ。神割り咲きキャンプ場やってきました。神割り咲き、おーすごい景色がいい。うわめっちゃいいとこだ。うおー入り江になってる。歩けるんだ、すごいね。大人気だ。タコ買いましたよ。タコを買いました。レッツゴー。なんせ1ヶ月ぶりのキャンプ。本当だ。久しぶりのキャンプです。行きました行きました。神割れ咲きオートキャンプ場になります。これ車中泊サイトになります。広い。じゃあオートサイト。キャンプ場行きます。トン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 上がってます。みんなやっぱフリーサイトの方に行くのかな。昨日買いました。ニット帽を早速かぶってます。そういうこと言わないで。一人で買い物に行って買ってきたニット帽、僕には買ってくれませんでした。できるサイズです。コンパクトサイズです。へえ、なんと1980円。ちょうどいいね。これは。はい、ちょうどいいですね。いいですね。うん。
はい、こちらニューギア2つ目になります。もうこのデザインに惚れてしまいました。いや、かっこいいね。勝手に買いやがって。かっこいいです。ポチってしまいました。これは野となれ山となれさんの東卓台というものだそうです。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいです。はい、それでは、乾杯。ビール。ビール、ジンジャーエール。おつまみ牛タン。本当に牛タンの。おつまみ牛タンです。美味しい。なんかジャーキーの味、ビーフジャーキーの味。うん。うまっ。うまいね。やばい、これいくらでも食えるやつだ。でも綺麗だな。ちょっと散策するかな。こちらトイレになります。使用中です。閉まらんの音が起こってます。ナイスキャッチ。せっかちな人なんで待ちきれません。はい、捨て場になります。こっからの眺めが一番綺麗な気がするけど、めちゃくちゃいいじゃんここ。ほんと、いやすごいいいな。おい、ここあるか。香味濃い口ソース。これうちさ全国のもんだと思ってたのにさ、名古屋なんだね。あ、そうなの。これ名古屋のソース。名古屋のソース。犬山で作ってる。犬山のソースだって。これが当たり前のようにあったからさ。本日のメニューはこちらです。はい、うまくできるかどうかはわからないけど、美味しいと思うよ。だって串揚げだよ。じゃあつけてくれ。ここ作っとこう。牛肉です。浅いから。なんか細長いのがあったように。これチャポーン。チャポーン。あ、ね。か、あれがあるわ。紙コップ。あ、紙コップね。てかもうそれ用にソース置いとけばやな。多分。もったいねえ。しょうがない。ここだけなんか真夏だけど。紙コップだけ真夏だけど。第一陣を入れたいと思います。あっち。いくよ。おい。これ熱いな。やばい。めっちゃうまそう。熱いだってうまいんだ。タラ、いただきます。うん、いっぱい消す。弱めにするかも。うん、タラいただきます。う
うん、うまっ、うん、うまい、全部うまい。とりあえずはんぺんも美味しい。いや絶対美味しいやろ。ありがとうございます。いただきます。オリオンビール一番桜でございます。わあ、いい音ですね。たまりません。乾杯。はい、乾杯。うん、春だね。まだだけど。うまい。うまい。やばい。やっぱうまいな。味が。いや、ビールの味が華やかな味がするな。ビールさん、入れます。ただいま。やっぱり神割り咲きだったんだね。神割り咲き、誰、神割り咲き。今日はどこだっけ。今日は潮風、道の く潮風トレイルっていうね。今日は朝はサクッと食べて、サクッと片付けて、レッツゴーします。はい、ちょっとキャンプ道具屋さん巡りとかもね、せっかく仙台に来たんでやってみたいなと思って ね、ワイルドワンとかあるし、いけるかな。夢見た今日。何の夢。なんかさ、昨日もそうだったけど、なんか叫んでたよ。それが、うんうん、何叫んでたの。そうだ、それは朝言おう、昨日の朝言おうと思ったら忘れてた。もうそれで起きたもん、はぁと思って。うん、叫んでた、なんてドラマの主人公になってたんやろ、どうせ。どういうこと。やぁーとか、とぅーとか、なんかよくわかんないこと言ってたよ。今日さ、何の夢見とったかっていうと、うん、剣道やってたじゃん。剣道、うん、中学の頃、うん、なぜかその剣道の夢みたいな。ね。剣道をやるっていう夢みたいな。それでかな。下げたの。昨日の朝それを話しようと思ってたら忘れてた。あ、違うの、今日じゃないの。うん、別にやりたくないのに願望叩く、誰かの頭を叩きたい願望。でドラマの主人公になったりする夢見るん。やっぱり見るよ。やっぱりそうやろ。俺見たことないもん、そんな主人公とか映画の主人公になるとか、そんな全然見たことない。しょうがないよね、いろんなもの見てるから。見すぎなんじゃない多分。夢か現実か分かんなくなるよ多分そのうち。そういう夢だろ、どう見てだって、そっち言うよ。キムタクの夢見てたのに起こされたって言って。うん、それはドラマをしてるわけじゃない。日常生活であった。全然出てこへんもん、キムタク。なんで、キムタクと、キムタクがなんか出てくる率高いよ、うちは。だから、キムタクのやつばっかり見てるからやろって。そんなことないよ、ね。好きだから。ソリマチと。あ、やべ、止めとこな。
じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。それではまた皆さん次の旅でお会いしましょう。次のキャンプ場でお会いしましょう。それではね、さよなら。I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I told my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. Don't dish.I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you, I will.